フィギュアスケート史上初めてオリンピック、世界選手権、グランプリファイナル、四大陸選手権、世界ユース選手権、ユースファイナルなどの国際大会で男子シングル優勝を果たした。羽生結弦には数えきれないほどのスケートファンがいるだけでなく、数えきれないほどの女の子たちの支持も得ています。2023年8月、日本のフィギュアスケートの王子、羽生結弦が突然結婚を発表し、多くの女性ファンの心を悲しませた。結婚が正式に発表されたとき、羽生結弦選手は新妻の身元を明らかにしなかった。熱愛が噂されている AKB48 の渡辺真由とピアニストの松田ケインもファンによって名前が上がり、外部からの憶測を呼んでいる。日本のゴシップメディアが以前に暴露したニュースでは、羽生結弦には10人のガールフレンドがいたが、このニュースに対して関係者からの反応は得られなかった。さらに、浅田真央、村上佳菜子、今井春香、藤沢涼子など、羽生結弦との不倫が噂される女子スケーターやタレントもいる。ロシアのフィギュアスケート選手のトルソワ選手とメドベージェワ選手ですら、羽生結弦選手と熱愛していると噂されていたが、北京冬季オリンピック後にトルソワ選手が恋人を明らかにして初めて、熱愛の噂は止んだ。日本の国民的アイドルであり、スポーツ界の兄貴分ともいえる28歳の羽生結弦選手が、昨年、キャリアに終止符を打ち、パフォーマーへの転身のため引退を正式に発表した。丸、中立的な気質で、彼は非常に控えめに行動し、プライバシーに特に注意を払っています。彼は自分の恋愛生活を決して発表したことがなく、日本のアーティストのプライバシーは非常に厳重に包まれています。羽生結弦のガールフレンドは常に謎でした。羽生結弦は以前のインタビューで、理想のパートナーは女優の上戸彩のような可愛くて小柄な女性で、人々に彼女を守る勇気を与えてくれるような女性だと公言している。最近、メディア、女性週刊誌が、羽生結弦選手に極度に守られている謎の女性についてのニュースを報じた。バイオリニストの末延真由子さんではないかと疑われているが、新妻の正体が明らかになった後も羽生結弦選手がそれを否定しなかったため、ファンはこの情報をさらに確信するようになった。さらにメディアは、バイオリニストの末延優子が昨年の初めにひっそりと引退し、ソーシャルプラットフォーム上の更新をすべて削除したことを明らかにした。母親は既婚者であり、パートナーの身元を明らかにしたくないことを明らかにした。末延優子は羽生結弦より8歳年上で、成熟した王室の姉妹であると報告されているが、これは羽生結弦が配偶者を選択するための以前の基準を満たしていない。36歳の末延真由子さんは4歳から音楽を学び、証券会社と契約し、ソロアルバムのリリースや音楽番組への出演、多くの日本人アスリートとの共演経験を持つ。2019年末、新真由子は羽生結弦とコラボレーションしたが、多くのファンはこのコラボレーションが2人の関係に火花を散らしたのではないかと推測した。昨年、家庭を築く計画の第一歩と思われていた突然の引退表明で、周囲には若い女性が頻繁に現れたが、事情に詳しい関係者らは沈黙を守り、デートシーンが盗撮されることもなかった。羽生結弦は26歳で結婚したが、多くの若いファンは2人の関係に裏切りがあるのではないかと心配している。結局のところ、日本の芸能人やスポーツ選手の浮気率や離婚率は依然として非常に高いのですが、これについてどう思いますか？この記事はもともとイチュスポーツによって編集されました。声明、画像はインターネットから取得したものです。権利侵害がある場合は、作者にご連絡ください。羽生結弦の新妻の正体が暴露疑惑日本メディア、有名美人バイオリニストプラス8歳年上。日本のフィギュアスケート界の王子、羽生結弦は8月に電撃結婚を発表したが、彼の新しいパートナーは明らかにされていない。1ヶ月以上が経過した16日、日本のメディアは対象者の身元を明らかにし、36歳の元日本代表バイオリニストで、数年前にはバイオリニストとして羽生結弦とも共演し、復帰したと発表した。結婚してから彼の家族に
日本の有名な芸能週刊誌、週刊女性は16日、羽生結弦選手の自宅前で1ヶ月近くうずくまり、最終的に女性の顔を撮影したと報じ、標的は8歳の有名な美人バイオリニストだったとしていた。羽生結弦選手より1歳年上、部外者らは伝説の妻は末延真由子さんではないかと推測している。彼女は4歳でバイオリンを習い、フィギュアスケート界と密接な関係がある。画像をクリックすると拡大して末延真由子さんの写真を閲覧できる。報道によると、女性は事務所と契約したが、結婚を機に芸能界を完全に引退し、現在は非公開となっており、該当の写真情報も厚いモザイクで覆われ、ぼんやりとした輪郭しか見えない。しかし、報告書にある物体の身元に関する言及は、女性が芸能事務所と契約し、CD をリリースし、音楽番組に頻繁に出演し、ミュージシャンとのコラボレーション経験も多いことなど、極めて明白である。4歳からバイオリンを始め、幼少の頃から様々なコンクールに出場して入賞し、フィギュアスケート界とも関わりの深い西日本出身。報告書にはターゲットとされる人物の写真の厚いモザイクが含まれていたが、彼女の詳細な身元、経験、俳優とのつながりに基づいて、外部の世界はすぐに伝説の妻が末延真由子であることを発見した。前所属事務所の公式サイトは削除されている。末延真由子は日本を代表するバイオリニストの一人で、才能だけでなく容姿も優れており、スターになる要素を兼ね備えている彼女と羽生結弦選手は、2019年の大きなフィギュアスケートショーで親しくなり始めたと言われています。この報道はすぐにネット上でセンセーションを巻き起こしたが、ウェイボーネットユーザーの中には、週刊女性、氏がこのニュースを伝えた後に何度も顔を平手打ちされた経歴があると指摘する人もおり、羽生結弦選手は決してシェアするのが好きではなかったと指摘する人もいた。彼の私生活、どうか皆さん、彼を手放してください。同氏による妻の身元の暴露について、羽生結弦本人はまだ個人的に反応していない。